やっほこんにちは、さきこです。東京でボーカルトレーナーやっております。レッスンの申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はニュージーンズちゃんたちからまた出ましたクッキーという楽曲ですね。こちらね、早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。もうさ、どんだけ MV 上がってくんのっていうぐらいさ、もうだって何本上がってる？もうなんか4曲上がってて、そのうちの1個はなんかメンバーごとに出しててみたいな。すごいね。なんか今結構韓国でもね、相当な人気を得ているらしくて、これはちょっと、ね、あの今年ね上半期デビューされたアイドルたちですね、これはちょっと横からぶん殴られてるような気分なんじゃないでしょうか。本当になんか勢いもやばいし、出てくるもののクオリティもやばいしっていうところでめちゃくちゃ楽しみにしております。クッキー早速聞いていきましょう。ねえ、ちょっとでかいクッキーとかすれた声っていう、チョコチップクッキー？내가만든クッキー、ホラーじゃないこれ。マジで내가만든クッキーって意味わかんない秒数伸ばしている、その後ろでこの首をこうやって動かしていくみたいな、結構ホラーよ。내가만든クッキー너를위해두었지いいね。うわー、この座りながら踊るってそういえばあんまりないかも、なんていう風に思ってましたね、今。歌声というよりかは、なんかすごいこの、ね、歌はさ、結構シンプルに歌われてるというか、意外とね、そんなに色々色付けしてるわけではなくて、ここ。うん。うん、結構シンプルに歌ってる気がしますね、ここら辺はね。やだー、ハニちゃんね、ちょっとこの一歩外に出る感じとかね見てる。この持ち上げ方、そして色な、おかしいじゃん、もう。何これ。どうしよう、怖い、ちょっと。ちょっと怖い。ノムプドゥロウンニ。こういう感じかな？上から2箇所出てきたかな？音取りが。ノムプドゥロウンニ。サコマトオルニ。オルニ。こういう感じですね。うん。うん、もう本当に薄い声ですね。地声と裏声の間でも言っていいんじゃないかな。ガンガン響かせるとかじゃなくて、タラララチャンチャチャンララみたいな、こういうかっこいい感じじゃなくて、タラララランチャチャンチャチャンみたいな、こういうちょっと可愛い感じでいきましょうっていう、この薄い系の音をね、使ってますね、これね。この引き出しだよな、声の。シッパーそうだけど、やっぱスタートと終わりでエッジボイスに締めてくるっていう感じですよね。なんかこう、なんだろう、このちょっと闇を感じるな、闇系女子だな、なんか。今のはミンジちゃんかしら？え？私ミンジちゃん好きなのよ。ちょっと、ミンジちゃんでも一番年上みたいな感じじゃなかったっけ？あ、違ったっけ？ちょっとハスキーじゃない？こんな音持ってるの？つって。うわ、好きだわってこう、一回目はね、このオプソの音、最後のソの後ろの語尾をエッジボイスにこうサンドイッチしてるって感じかな。二回目のオプソに関しては、後ろの方しかかけてないって感じなんだけど、この一瞬でですよ。一瞬で、オプソってこれを使うんだよね。これやばくない？このさ、死の音なんですよね。この割とこう中音域から高音域に行くわよっていうこのタイミングでこれだけの柔軟性というか、これだけの敏捷性、うん、動かせちゃうんだよね、喉。みたいな、この感じがちょっとやばくて、皆さんぜひやってみてください。こんな動かんよって。うん、本当に。
ここも最後の一文字かな、上から取ったりとか、この最後のラードに関してはラードっていう感じで一回切るんでね、ラで切ってドの時に上から取りながらエッジボイスから落ちていくみたいな、あーもう意味わかんないよねみんなね、うん、ラードっていう感じです音で聞いた方が早いかな。この声帯のコントロール力ですよね。まあ、ただ声をね少しなんだろうな、ジリジリした音をメインに使っているからエッジゲーの音っていうのがこれだけスムーズに出てくるのかななんていうふうにも思いますね。ペグーパド結構こう、ジリジリさせてるような音をしてるじゃないですか。タララ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 っていうこう柔らかいテイストじゃないから、だからこそ成立するのかなっていう、このエッジのしなやかな出し入れ、うん、やば。今でも比べてわかるんじゃないかな、このヘインちゃんが歌った時にちょっと声柔らかくなったのわかります？このヘリンちゃんと比べるとヘインちゃんの採用している音質っていうのが少し柔らかいですよね。これとテジョとマンマン、なんかこれぐらいだなんなん、これぐらいになるはず、ヘリンちゃんだったらっていう、うん、ここまでももちろん操作して、あの個人でね、あの操作をしてこういう音にしようみたいな感じでやってるとは思うんですけど、これマジかっていう、なるほどねっていう感じですね。このエッジボイスをしなやかにスピード感のある中で出していくにはこういう音にすればいいのかみたいな、なんかそういうところをちょっと今一つ勉強させてもらったなっていう気分でいるんですけど、すごいね。じゃな、可愛いんだ。ミンジちゃんの声が好きなんだ、私は。で、ハニちゃんの声可愛いでしょ。ハニちゃんがね、結構こういう可愛い声も使うのよ。うん、最初ちょっといかつかったりとかした気がするんだけど、こういう可愛い音も持ってんだよね。っていうこの上から取るニュアンスですね。これめちゃくちゃ出てきますね。で、ここのオフソでも入りましたね。オフソってこうエッチな、うわー、ここの音取りかっこいいな。何？好きだね。なんだろう、ちょっと毒気があるんだよな。毒気っていうかサイコパス感っていうか闇っぽさみたいな。闇っぽさかな。うん。どっちだろうね。どれだろうね。わかんないけど。で、ね、ダニエルちゃんのさっきめちゃくちゃ薄い可愛い声で歌ってたのに、ちょっとラップっぽいところかな、やってたと思うんだけど、また違う歌声でございますね、ここはね。まずこのエッジボイスですよね。ティーシャツマンマン、ちょっと大人っぽいのよねこれ。あーじゃな、ここでもエッジボイス入ってくる、本当に多いわね。やばやばくない？なんか後ろの音数もそんなに多くないしさ、怖いんだよねちょっと。これは誰だろう、ヘインちゃんかな。 So good。 このヘインちゃんヘリンちゃんってなんかセットなのかな、結構なんかセットで映ってる気がするんだけど。やりたい放題ですね、本当に。どうしよう、もうちょっともう追いつかないんだけど全然。ちょっとダニエルちゃんな、これからのヨクシっていう、このイボインから入るこのヨクシですね。ここのエッジボイス、イボインからのヨクシ、ハンギブとダルニハンギブもダルニダダンダンニ、この吐き方、語尾の処理の仕方もちゃんとこう作られてる、メイキングされてる。ハニちゃん、
ハニーちゃんもやっておられるわね。ちょっとこう声をね、薄くして、地声だけど、タン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 ってこれぐらいのテンション感にするよ、つって、やってますね、これね。うん。だん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 っていうこの、なんだ、ワン、ツー、スリー、フォーのカウントですよね。もうちょっと細かくしてもいいかも。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。これぐらいのカウントで撮ってる時の、必ずこのカウント上でしっかりアクセントをね、撮ってくれてる感じが、めちゃくちゃ気持ちいいとか、ハマりがね、いいよね、これね。アクセント。するのジョッボーイ。このいいなー、これおしゃれだな、いちいち。パキッとするね、ヘリンちゃんの声で。すごい芯のあるジリジリ感の強い綺麗な声をされてるんだけど。これ気になるな、ここの音、このメロディー、なんか闇感強いんだよな。結構ね、このハニーちゃんのエッジがギリギリしてるんだよね。すごいさ、前半ストレートに綺麗に歌ってきたと思ったら、後半でやっぱりジリッとしたさ、結構ハニーちゃんのこのエッジ系の音でかいんだけど。むずいね。かっこよ。っていうこの低音な、ヘリンちゃんな、めちゃくちゃいい低音をお持ちですね。びっくりするぐらいのエッジボイスかかってるね、最初ね。ちょっと気になってるんだけど、ダニエルちゃんの首の動きやばくない？首なの？これはわからない、首なのかどうかはわからないんだけど、なんかすごくない？ちょっと大人っぽくしちゃうのよね。なんかいたずらガール、ちょっと罠仕掛けてるみたいなさ。何このちょっと大人っぽいいたずらガールみたいなさ。結構このヘリンちゃんと対照的なパートをされてるのがハニーちゃんなんだね。いいですね。ハニーちゃんもなるのよ、エッジボイスが。うわ、かっこよ、ミンジちゃん。ここあの可愛いミンジちゃんがちょっと大人っぽい感じになってる。このやっぱささやく系なんだよな。割と力の抜けた、あんまりこう張らないっていう、このなんかこうどこか垢抜けちゃってる感じのさ。かわいい、ここの声。で、この椅子囲んでのぐるぐるダンスね。このなんだろうな、セットあんまり派手じゃない感じとかも、ね、なんかこう、ずっとスタジオで踊られてるみたいな感じなんですけど、なんかそう見えないぐらいのなんだろう、このゴージャスな感じだったりとか、この歌の技術の高さもそうだし、楽曲すごくないっていう。何これ。このラだけしゃくるんだよね。まーはまっすぐだし、ラーはしゃくるし、
ドーはまっすぐって、この音の、なんだろう、この運びがね、すごく気持ちいいし、声質だよね。ドーの時の声質超好き。母音のせいかな、これ。母音のせいだと思うんですけど。めっちゃいいんだよね。やばくない？座ってる。座って踊ってる。なんかそれこそルセラちゃんとか XG ちゃんとか結構こうね、フロアですよね。ここになんか寝て、そこで踊るみたいなのはあったけど、座って踊るはなかったよね、最近。いや、ちょっと久々に見たわ、これ。アナザーシンデレラストーリーで、ドリューシーリーとセレナゴメスがですね、掃除しながらね、ソファで踊るやつがあるんですよ。あれ？マジで。すいません。すごい大好きなね、映画だから、すごい記憶に残ってるんですけど、何回も見ました。かわいいのよ。そう、ソファーでこうやって二人がね、こう並んで足で踊るんだけど、なんかそれを思い出しました。ごめんなさい。急になんか変なところスイッチ入って、すいません。で、これだ。うわー、これダニエルがやばいのよ。ダニエルがやばいの。そうだよね、この広い空間の中で椅子一つだけなんだよな、セットが。クッキーだよ、だってタイトル。全然クッキー出てこないじゃんっていう。なんか最初の時とあとここら辺でなんかちょっと出てきたみたいなさ、それぐらいですよ。すごいね。なんかね、どこか芸術っぽさっていうか、美術館っぽさなんていうのかな。なんかもう絶対違うよね、他のチームとっていう。プロデューサーが違うだけでも、こんだけ変わるんだっていう。いや、面白いね、本当にね。パッツンじゃなくなってるじゃん。いつの間にかパッツンじゃなくなっていることに気づいた。なんかね、この感じも誘ってるのかな、誘ってる感じなのかな。この痛いぐらいのエッジボイスな。すごくない？なんで語尾が基本的に上から取ってますね。タラタタタンタン、タラタタタンタンっていうこういう感じ。うん、上から取るっていうのは本当によく出てきますね、ニュージーンズちゃんたちね。そう、それで言うとミンジちゃんってあんまり上から取ってないよね。ダラララクッキー、ダラララダッターンっていう、こう、割とまっすぐな処理のされ方するなっていう風に見てます。なんかこの前に出した Heart っていう楽曲の、それも結構ミンジちゃんはね、シンプルな歌い方っていうのを採用される方だなと思って見てたんですけど。かわいい！ノーローは。うん。かわいいですね、これ、ミンジちゃんね。このね、このダニエルちゃんの声もな。ちょっと少女感残すんだけど闇なのよね。ちょっと闇ってるんだよな、この子。この子っていうか、この主人公、楽曲の主人公の子。ちょっと闇ってるよね。危ない女の匂いがするよ。だいぶ。うん。いや、すごいな。すごい、なんかもう芸術だね。芸術作品見せられてる感じ。なんか、すごくない？色だけでさ、こんな感じにしちゃったり、こんな感じにしちゃったり、こんな感じにしちゃったり。もうなんか、この広いフロアに立った一脚の長椅子みたいなので、全部見せてくるっていう。すごいね。もうわかんない、私。わかんなくなってきた。それ
それぐらいうちらこれから何見せられるんだろうっていうこのワクワク感が止まらないってね、なかなかいないですから。これはなんか最近の K-POP の常識を完全に覆して生きている、うーん、面白いチームが出てきたなと思いますね。はい、ということでございました。非常にね素晴らしい楽曲どれも好き、まあその中でも私は特にハイプボーイが好きなんですけど、歌い方、本人たちの技術力もそうだし、楽曲の制作時も毎回のように思うんですけど、本当に素晴らしいなと思うので、これからもねもうどんどん注目していきたいなと思います。はい、ということで今日はねこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。